おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はブルーベリーのラビット愛系フロリダローズが手に入りましたので、プランターに鉢増しをしていきたいと思います。こちらラビット愛系になりますので、一つの種類ではなりませんので、いくつか種類を購入させていただきました。今回はその中のフロリダローズを定食していきたいと思います。前回ブルーベリーの定食にあたりまして、いくつかのコツをお話しさせていただきましたが、今回は少し割愛しながら、実際にプランターに定食しながら、その都度お話ししていきたいと思います。今回用意するものについてお話しいたします。こちらの鉢が菊鉢9号ですね。排水性がいいので使わせていただきます。そして培養土です。ブルーベリー専用の培養土を使っていきます。こちらは酸性に調整済みになります。そして鹿沼土、こちらも3分の1ほどブレンドしていき、排水性を測っていきたいと思います。そして環境性のマグアンプ、こちらも適量入れて元肥とさせていただきます。それでは培養土をブレンドしていきたいと思います。それでは培養土を入れていきます。はい、そして鹿沼土ですね、3分の1ほど入れます。ホコリが舞ってしまいますので、少し乾水します。ピートモスを混ぜる場合は、あらかじめ水分を含ませて攪拌しやすいようにしてください。はい、このようになります。そしてこちらですね、環境性肥料のマグアンプ、こちらをパラパラっとこのぐらいですね入れていきます。定食しまして、芽が動き出しましたら、再び株元に環境性肥料を置き肥として置いていきたいと思います。それではポットから株を抜いていきます。はい、根の周りを見ます。少し水分が多かったのか、肩口の土をほぐしますね。こちらの株を見ますと、刺し芽をしたのがこちらで1年目、2年目でこちらまで育ちます。3年目伸びた後になります。そうしますと、刺し芽をした3年目の苗になります。通常ブルーベリーは刺し芽をしてから 4,5 年から収穫ができるようになります。ですので今回はこちらの鉢に定植してから、あと2年間病状をしながら株を大きくしていきたいと思います。このように常にもう花芽が出て動いてますけれども、後ほどハサミで花芽の数を半分以下にしていきたいと思います。そうすることによって株に栄養が行き、シュートが出たり太い枝が伸びて、その後の収穫の量が変わってくると思います。それでは定植していきます。はい、このぐらい入れて高さを見ます。もうちょっとか。はい、このぐらいでウォータースペースを5センチ以上取るようにしてください。ブルーベリーは大変水分を欲しがります。特に花が咲いている時期と果実がなっている時期に水切れをしますと、実が落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。隙間がありますと根の成長が遅れてしまいますので、このように棒でつくようにしてください。こうしますと培養土が落ち着くと思います。はい、少し叩きます。灌水をしますと土が落ち着いて少し下がってきますので、その都度土を補充するようにしてください。名札を刺します。それでは灌水していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。鉢の底から水が出るぐらいたっぷり与えてください。水が出てきましたね。土を掃除します。以上でブルーベリーラビット愛系フロリダローズの鉢への定植が完成いたしました。今回もいくつかのコツについてお話しいたしました。定植時期は玄関機を除いて
秋口から春先、夏にかけて定植することができます。6月頃に剪定を兼ねて余った枝で挿し芽もすることができるようです。このように延長した枝などこちらを切っていただいて挿し芽をする方法などありますので、後ほど挿し芽の仕方などをお届けできたらと思っております。ブルーベリーは育て方のコツを踏まえていただければ初心者の方でも簡単に育てられる果樹栽培になります。これからもブルーベリーの成長記録をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はブルーベリーラビットアイ系フロリダローズの初めの定植を行ってみました。チャンネル登録そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。